いや、今僕だけですよ。僕だけ映してます。じゃあ、力屋さんって方の、はい、あの柏の指定のゴミ袋にちゃんと入れて、はい、あの燃えるゴミと分けました。多分だと、あのあれ半透明だから帰ってきちゃうんですよ、はい、そんな厳しいんですか、ここの。すごい厳しいです、柏の。え、柏って厳しいんですね、うん、だから、あの燃えるゴミの方に弁当箱の、あの、うん、プラスチックとか入れると、うん、そのまんま、あ、返すっていうか、ね、置きっぱちになっちゃう。で、僕の方の、あの町では、うん、各自に名前書くんですよ。え、そんなことやってるんですか。やってるんです。あの、これ決まりじゃなくて、あの自治会で決めたことなんですけど。最悪ですね。あの高橋さんちは高橋さんちみたいに帰ってきちゃうから、まあそれの最悪な。あ、そうなんですね。わざわざ夜中にマスク、いや、カビ臭いから、マスク。あ、え、優しすぎますよ。ありがとうございます。マスクくれた、うん、あのカビ臭い、はい、どうか。もうでも、でちょっと警察に注意されちゃったんで、もうあの夜は映らない。鮫島のおっしゃる通り映らないんですよ。鮫島、はい、鮫島は知らない。あ、鮫島知らないですか、うん、鮫島こと、あ、鮫島力也っていうの。いや、鮫島力也っていうの、あの竹内力也っていうんです。あれ小一なんですけど、本名が力也っていうんですけど、うん、あれで、うん、鮫島さん、明日鮫島のところに行くんですよ。四日市の、あ、四日市じゃない、あのポリフェノールさんが明日横山、はい、ポリフェ、なんていうのかな、ポリフェノールさんですよね。違うの。いや、ポリフェノールさんしか覚えてないんだよね。あ、名前、あ、なんか笑、はい、なんか笑ってますけど。いや、なんかポリフェノールさんっていう名前久々に聞いたんだよ。いや、え、でポリフェノールさんしか俺ちょっと頭に残ってないから。何したっけ名前、本名。ポリフェノールよ、あの秋山です。あ、秋山さんか、はい、で秋山さん、あ、ポリフェノールでいいですよ。ポリフェノールさんは、はい、あのじゃあもうこれで警察来て、はい、あの今日のなんか企画かなんか終わりと。そうです、警察が来ちゃったんで、あの今回客で、もう警察からはもうちょっと やめてくれって言われちゃったんで、うん、まあどうしようかなと思っちゃって困ってるんですけど、うん、え、放送するときはあれですか、あのその黒いのつけんですか。そうです、放送のとき、あ、しまった、俺大事なこと忘れてました。あ、鍵忘れた、ここの家の鍵。知らない。え、鍵かかってませんでした。これ俺わかんないですよ。鍵ないですか。あ、刺さってる。あ、よかったよかった、刺さってる、よかった。鍵なくたらここに刺さって、これ外側に鍵刺すって、これ、不用心すぎますよ。不用心にも程がありましたね。ちょっとこれは、はい、じゃあとりあえず、まあここはあと力也に任せて、あのちょっと暗すぎるね、あの今からど、いや帰らないでください。あ、どうしよう。あ、で俺自己紹介なんですけど、はいはい、あのまあ地元、まあ湘南町の方なんですけど、はいはいはい、まあ言ってもわかんないけど、はい、まあ果樹園やってるんで。え、果樹園やってるんですか。あのまあ、梨な、あ、千葉県ってあの梨の第一種なんですよ。あ、梨の、はいはいはい、うん、まあ、あの船橋とか、あのうちの船橋って知ってる、はい、知ってますよ、船橋。日本で一位ですよ、梨はね。あ、梨の生産地なんですか。そうそうそう。え、果樹園のじゃあ親方みたいな感じなんですか。親方って言うと、だからあの今の時期暇なんで、あ、だから兼業農家ね、行ってみる、ね、すごいですね。え、全然すごくない。いや、すごいですよ、全然すごくない。僕梨大好きなんですよ、梨が。あ、そう、はい、すごい梨マニアで、ふなっしー横山という名前で昔やって、あの活躍してました。うん、でもしよかったら梨ないよ今。なんでですか。いや時期的にないよ今は。え、なんでですか。いや、なんでって、あの保存効かないから。いや、保存ないんですか今。 なるわけないじゃん。あ、そうですよ、ね、ないですよ。ないですよ。 なんか今な梨が出てくるような流れかなと思ったんですけど。いや、だって季節的にないでしょって話だよね、それは。あ、そうなんですか。え、でもすごいですね、果樹園やられてるなんて。今下映ってるの、顔映ってないですよ。あ、そうですか。はい、下これ見てください。 下向けてるんで。どうぞ。ここ見てる。いや、映しても大した顔じゃないんだな。いやいやいや、それからあの、うん、すごくあのあなたの番組探しも大変だったんですけど、はい、すごいあのなんかあの、はい、いじめるようなコメント多くないですか。あ、僕のこれあの、まあ、みんな、まあ、自由に書いてくださいって言ってるんですよ。あ、そうですか。最新ではなんかすごい嫌われてる人なのかな。いやいやいや、これは愛情の裏返しですよ、愛情の裏返しで。みんなね、きついこと書いてくれるんですよ、うん、はい、優しいの、みんなは、うん、こうやって書くけど本当は僕のこと大好きなんですよ、うん、で今、あ、ごめんなさい、はい、それってお掃除の場合じゃ終わっちゃったわけ、ね、終わっちゃったんですよ。でこれからどうしようかなと思って。いや、あのなんかあの必要なものがあれば、はい、あ、そっちの6号線出るとあのドン・キホーテ朝までやってるし、あ、はいはいはい、そっかあのあっちの100円ショップもあるから、はい、なんかあのじゃあどっか公園とか、なんか汚れてる公園とかある。